はい、こんばんは。先週 FP の試験を受けてきたので自己採点をしようと思います。言い訳はたくさん後でしようと思うので、とりあえず丸付けしようと思います。はい、はい、ではもうネットで模範解答が出てるので、2021年5月23日実施の FP3 級の丸付けをしたいと思います。学科と実技ありますけれども、学科の方から丸付けをしていきますと。はい、×が2、丸1が丸です。問2、1丸。すいません、今回動画すごい失敗しててピントもボケてるし、途中なんか変にスローモーションとかで撮られちゃってて、おかげで動画がすごい本当に変になってて失敗ばかりで見にくくて気持ち悪くてごめんなさい。58番2、8、59番1、50、60番2、え、いいんじゃない？間違ってるところを数えよう。1、2、あ、間違えた。間違ってるのが10問だから50点取れてんのか。60分のもう一回数えよう。え、6割だからこれいけてるよね、多分。やっと。お願いします。私運よくある。運の問題じゃないけどさ。はい、とりあえず1番3いいよ、2番3お、いいよ。あー、7番計算したのに。8番、さあ、ドキドキ。何点でしょうか。1、2、本当にすいません。そして最後だけ動画は撮れてなくて、結論だけ言うと60点合格で、実技は65点でギリギリあと2問間違ってたら落ちてたっていうところで、多分自己採点では受かってたと思います。はい、本当に自分で満足いく勉強ができてなくて、テストもすごく自信がなかったので、冒頭でもう多分ダメだろうと思ってたので、言い訳をしようと思ってたんですけど、最後にギリギリ合格してそうな感じだったので、今回は運が良かったというか、まあ、自分の力が発揮ギリギリできて良かったっていうところであります。はい、すいません、こんなぐちゃぐちゃな動画になってしまって、しかも結果はまた合格発表が届いたらしようと思いますけれども、はい、そんな感じです。すいません。